明治28年に当地にて猟銃の製造を開始しました。当時は村田銃、そして単身単発モトレ銃の製造をしていましたが、大正10年になって販売の許可を得てからは製造販売をする銃砲店となりました。この頃より水平二連銃を作り始め、昭和初期からは上下二連銃も製造を始めました。大学2年の頃、番頭が病気で倒れてからは銃砲店で働きながら学校に行くと、そんな形でどうにか卒業しました。私の父は早く亡くしており、そして祖父はもう90歳近かったものですから、当時は大変でした。地下の作業場では銃床の加工やオーバーホール、メンテナンス全般を行っています。銃の世界を奥深く勉強を支えることが無限にあります。修理には迅速に対応できるよう努力しております。クレー射撃では、トラップ射撃、フィールド射撃で3つのクラブを持っています。またスラッグライフル射撃会も行っており、月に3回ほどは射撃会を開催しています。またバーベキュー射撃会、忘年会など射撃に絡んだ親睦会も好評です。シーズンの初めは茨城県で鴨打ちを行っています。あとは市議、記事、鹿猟などをやっています。毎週末猟に行ってますので、登録券が同じであればご一緒させていただきます。またバスを使った協力会も開催しています。大人数で行く量もまた別の楽しみがあります。猟家にこだわりながらも家庭を大事にしたいと考えています。個人的にはクラシックな銃とスタイル、そして猟犬がいれば最高だと思います。取った獲物を美味しく食べることも大切にしたいものです。射撃、狩猟でも初めが肝心です。当店では初心者の皆様が安全に射撃、狩猟を楽しんでいただける環境づくりに努力をしています。ぜひ一度ご来店ください。お待ちしております。